岩本初江の半年後最高の自分になる。経営学の始まりです。今日はですね、皆さんにもうごくごく当たり前のことと皆さん分かってあると思いますけど、どうしたらこう悩まずに、どうしたらいい人に出会えて、どうしたら仕事がうまくいって、どうしたらこう優しくなれるのか、どうしたら、このどうしたらをですね、ちょっとこう参考になる話をしたいと思います。このどうしたら、じゃーん、もうまっすぐ言います。光の当たるところに人が集まるんですね。だから日陰よりも、あ、ごめんなさい、日陰よりも日が当たるところにやっぱ人集まるんです。だからハワイに集まるんですよね。で、あったかいところに人が集まるんですよ。これ天気で私いつも思うんですけど、やっぱハワイに人が集まるというのはあったかいからなんですよね。で、たまに北海道に行きたくなるというのは、北海道の料理があったかいからなんですよ。何より人があったかいから北海道に行きたくなるんですよ。だからあったかいところに、気温が低くっても何かしら求めて私たちは行くんですね。だからちょっと自分の中でこう自信がないところとか、冷たいところがあるとか、こう光が差すってどんなことって思うかもしれませんけど、家の中を電気で明るくする、それから洋服色で明るくする、そして笑顔で明るくする。ほら、全部自分が気をつけることじゃないでしょ。自分が気をつけなくても色にこう力を借りる、電気の明るさに力を借りる、そして笑顔に力を借りる。この力を借りることが、弱い人が悩みが来るんですよ。だから人のためにですね、ちょっと自分の好き嫌いでこう、嫌だ明るいのはとか、もうやっぱ私は痩せて見えるように黒がいいとか、やっぱりね、葬式に行くような格好で毎日している人に芸能人って羽ばたいていないんですよね。黒が好きな人、ずっと黒を着ている人ってやっぱ消えている確率そう 100% ですよ、調べて。だからそう考えたら、洋服の明るさとか、やっぱ特に冬とか寒い時ほど明るい色を着るっていうのが重要かなと思います。だって思い出してみてくださいよ、黒い家具が流行った時って、日本がもうバブルが弾けた時なんですよ。これだけデータが出てるんですから。そしてこう、もうゴミが溜まってゴミ屋敷みたいにしているところに事件だったり事故だったりが起きてるんですよ。そう考えたら、光さす生き方っていうのは、綺麗好きになって、明るい色で明るい人になって、笑顔を出してて、それだけで光さす人が集まるんです。そしてその積み重ねがですね、自分のこの毎日の心の汚れを消すことができるんです。私たちってですね、泣いて生まれてきてるんで、誰でもですね、じーっとしてたり、何も考えずに、何も情報を入れずに、何も勉強しなかったら、どん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 悩みやすい性分になっていってるんです。だって泣いて生まれてますからね。で、そこで訓練して悩まない自分を作ったり、人に優しくできたり、それで自分の中で明るい自分を作ってみたり、それをこう毎日積み重ねることによって、心の汚れ、心の曇りが取れていくんです。もう私たちってですね、分かりやすく言うと、生まれた時に真っ黒いサングラスをかけて生まれついてるんです。だから真っ黒のサングラスをかけて生まれついてるんで、やっぱ暗いでしょ。だから赤ちゃんでも1ヶ月ぐらいは目が見えないでしょ。やっとこの黒いサングラスをかけるで生まれついた子がサングラスが取れて、そして1ヶ月ぐらいでお母さんの顔が見えて、笑顔を作って、どんどん明るくなっていって、そしてみんなのこう顔をこう一人一人こう見て、一番こう天使って言われるだけの笑顔を作っていってるでしょ。そう考えたら、私たちってみんなサングラスをかけて生まれついて、そのまんまサングラスをかけてたら全部が暗く映ってしまうんですよ。だから綺麗な花見てもサングラス見てたら綺麗と思えないでしょ。だからそのサングラスを取るために、この心の曇りを取ることが大事なんです。で、心の曇りっていうのは、たった一つサングラスを取って、明るい色、明るい光、明るい人、明るい言葉にこういろいろやっていくといいんですね。それでこれがですね、絶対に光
光さす人になろうと思ったら自分の投げたものが自分に返ってくる。私はもうやっぱりですね、いくつになってもこれが全部当てはまってきたかなっていう気がします。だから私はもう自分さえ良ければいいという時には人に投げかけるものがやっぱ天狗になっている時って人に投げかける眼差しも違うんで、自分にやっぱり痛い思いとして返ってくるし、なんか理不尽なことを返ってきた時には、あ、自分が今見直す時だなと思って教えてもらったなと思って感謝できるようになるし、あ、自分がまだまだなんだっていう謙虚な気持ちっていうかな、感謝していく気持ちが多分いろんな人に投げかけていくものがどん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 良くなっていって人生も良くなっていくのかなと思います。お金が欲しい、人とのいい出会いが欲しい、そしてもっともっと仕事がうまくいってほしい、そして自分の中でこうもっともっと名誉や地位や、そしてこの幸せを感じる時間が欲しいと思ったら人に投げかけたものが返ってきます。人に投げたものが返ってきます。何回も言います、投げかけるもの何があると思います？言葉、優しい言葉ですよ。何があると思います？笑顔です。人が本当に作る笑顔じゃなくって、あ、あの人見てたらこっちまで明るくなるっていう笑顔です。そして何があると思います？明るい空気、雰囲気です。おしゃれですよ、明るい人。もう葬式に行くような格好で明るく人から見られる人一人もいません。だから私は全身黒をやめたんです。人に明るくなってもらいたいと思って明るい色にこだわって、おしゃれにこだわって、そして人に元気を渡したいと思って明るい言葉にこだわって、光さす自分の生き方に身を置いて自分の運が上がるように訓練して自己向上して、そして自分の中に自分自身を成長させるために毎日ルーティン化っていうのを決めてやっていってるんです。人生って大学に行くぐらいの勉強してもそれがわからないと宝の持ち腐れなんです。だから本当に学歴だったり育った環境だったり、そして何々大学出てとかそういうことよりも光さす自分を作ることの方が私は大事かなと思います。ぜひ参考にされてみてくださいね。またねー。